はい、チーズの上野正明です。月川玲です。知恵です。いや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 、高村風太です。今日は風太くんはお休みです。そうなんです。4人で本当は集まってワンマンの振り返りしようと思ったんですが、ね、体調悪くて ね、今もう寒暖差えぐいじゃん。あー確かに、今日だって春みたいにあったかいでしょ。いやそうね、昨日めっちゃ寒かったよね。昨日めっちゃ寒かった、ね、困るわ。これ寝る時とか困らない？え、もうだから鼻水止まないよ。あ、なんかその副交感神経みたいな、やられちゃってる。そう、やられちゃってる。寒暖差激弱なの。激弱。そう、そうか、もう2時間ぐらい鼻かんでるね。ほんと、しかも年末の疲れみたいなのもくるくない？あーなるほどね。なんかさ、毎年このぐらいになるとさ、お腹の調子ちょっと悪いんだよ。あ、それで盲腸になってたもんね。だってそう、1年前はさ、そうだ、うん、もうちょっとお腹壊しちゃって入院まで行っちゃったからさ、うん、あー、それも関係、年末のせいなのか、うん、なんかね、1年間疲れがやっぱくんのかね。これは。お疲れ様です。お疲れ様です。メールが届いてます。はい、ラジオネームおさきさん、ワンマンライブお疲れ様です。ハイチーズさんポサ前回のユニークですごく楽しいライブでした。素敵な夜ありがとうございました。メンバー皆さんのライブの秘話や裏話などがあれば知りたいです。おー、ということで、ありがたい。前回放送では僕と中島で、うん、僕がメンバー目線、中島がお客さん目線で、うん、ワンマンライブを振り返ったんですけど、うん、逆にこう2人はどうだったのかなと。そうね、まあでもあっという間だったかも。覚えてます、ちなみに。これさ、2週間後ぐらい経ってるからさ、ね、意外と間に合いちゃったから、確かに記憶もそぞろな、うん、しかもさ、うん、なんかさ、やっぱりリハも結構立て続けにあったじゃん、ね、1週間ぐらい、めちゃめちゃ詰めてやって、で当日もさ、結構朝からさ、そうだ、いやそうだ、早かったけど、うん、でも終わったら一瞬だったよね、もうね。そう、なんか待ち時間とかそういうのもほぼなくて。そうだよね。そう、ライブ会場入って、うん、いろいろリハとか確認して着替えたらもうなんかすぐ出番みたいな。そうだよね、なんか結構あっという間だったな。しかもほら、あのオープンしてからスタートするまで1時間あって、うん、17時オープンの18時スタートだったじゃん、うん、だからさ、1時間ぐらい暇になるなと思ってさ、うん、あ、え、そうそう、なんかスイッチとか持ってった方がいいのんきすぎるでしょ。のんきだって思ったんだけど、意外と早かったよね。いやそう、ちえちゃんなんてメイク間に合わないかもしれない。そうそうそう、あーって言いながらやってて、ね、そうそう、いろいろバタバタだった。しかもなんかそのリハ終わって、うん、あの出番までの間でなんか私がコンビニで、あ、ちょっとなんか食べ物買いに行ったんだけど、うんうん、でそのもう会場しちゃってるから裏口から行ったのね、うん、そう、裏口から行ってコンビニさささって行って、うん、また裏口から入ろうと思ったらもう裏口が入れなくなっちゃってて、うん、鍵とかセコムみたいなやつで、うん、そう、それでもう入るんで誰も電話ちょうど出なかったから、うん、もうだからお客さんが、あ、すいませんすいませんって言って寮に入れてもらって、あ、お客さんと一緒に入ってたの、ちえちゃん。そう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 、ちょっと恥ずかしかった。あ、そうだったの、うん、あれ、ちなみにちえちゃんは友達来てたんだよね。あ、友達来てくれてた。誰？はなちゃん。はなちゃん見えたよ。え、はなちゃん見たステージから。あ、見えて見えて見えた。マジで？うん、そうそうそう、嬉しかった。はなちゃん初めて見たの？あ、初めてハイジューのライブ見たらしくて、そう、楽しかったって言ってくれた。あ、そうだ、うん、え、ちなみにさ、お客さんの顔って見えた？ステージ上から見えてる。あ、でも割と見えたかも、あ、マジで？うん、場所によってはちょっと危ういけど、柱とかね、そうそう、そう、影とかだったり。いや、俺もうなんか暗くてさ、あんま見えなくてさ、お客さんの顔結構当てずっぽうで目線だったんだけどさ、あ、本当？なんかでもまあ普通に明るい時は見えたかな。あ、そうだったか、うん、俺の目がおかしくなってた。目悪かった。目悪かった。俺目めっちゃ悪いんだよ最近。あら、もともと視力いいのに。そう、視力めちゃめちゃよくて、うん、裸眼で眼鏡とかコンタクトもしたことないんだけど、あら、もう最近ね、めちゃめちゃ目悪くなって、なんか本当に遠くの看板とか全然見えないし、本当文字とか、なんだろうね、画面見すぎかもね。あ、疲労なのかな。あ、もう年末の疲労が、年末の疲労全部来てる、全部いろいろ来てる。そうだよ、クタクタ、クタクタだ。レポンなんかはどう？ワンマン終わってから髪染めたよね。そうね、あ、やっちゃった、やっちゃった。何やっちゃったって。やっちゃったね。やっちまったね。あれ、ワンマンまで逆に染めてなかったよね。染めてなかったね。真っ黒だったよね。真っ黒地毛で結んで出てたっけ。結んでたね。そこにバンダナつけて。そうだ、赤いバンダナをつけてたんだ。あ、そうだそうだ。まあ、その本番前になんか上の子やばい、これ外れちゃうかもしれない。そうだ、ね、に結んでもらったの。あ、そうだったんだ。痛くないのと思いながら、めっちゃこれ行くよとかガーって言って。そうだ、そんな運動会みたいなことやった。やった、鉢巻きにつけた。そうだ、あ、そう、青春だったね。文化祭みたいな。確かにそんなやったな。へ、あ、でもそっか、あ
そこから髪も長かったけどバッサリ切ったのか。切ったね、もう20センチぐらい切ったんだね。本当だね、多分まだその姿よう似れてないもんね。そっか、うん、そうだそうだね。う、まあ、一応あれかインスタのストーリーとかにはあ、ちらばしなこれが月川ってみんな思ってね。え、多分ね、サポートの方が、そうだよね、サポートの方なんじゃないかな、ね、そうそうそう、まあ、だからそんなワンマンライブが、終わって2週間後と、はい、いうことで久しぶりに集まりますんで、うん、でメールもねまたたくさん来てるんで、あら、ありがとうございます、紹介していきたいと思います。はい、それでは参りましょう、ハイチーズのフォトキャスト。このポッドキャストはメンバー全員がボーカルを務めるバンドハイチーズが毎週金曜日に配信するトークバラエティ。番組ではリスナーからのメッセージを Google フォームより募集しております。メッセージが採用された方の中から抽選で番組ノベルティグッズをプレゼント。当選者は番組の最後にお知らせしますので最後までお聞きください。毎週金曜日に配信しているよ、ハイチーズのポッドキャスト。知恵は地方がわからない。静岡県が関東圏だと思っているほど土地勘のない知恵と一緒に地理を学んで、今後ハイチーズがどの地方でライブをしても困らないようにしていくコーナーです。リスナーの方の地元や思い出スポット、行ってみたい場所などを紹介していきますってことですけども、はい、第これ11回放送ということで、うん、10回分のいろいろメールを読んできたわけですけども、うん、いつもであれば最近届いたメールをそっか紹介していますが、今回は過去に紹介した土地をちえちゃんがちゃんと覚えているのかをクイズ形式で抜き打ちテストをしていきたいと思います。終わった、終わりました忘れてた、優勝しようと思ったのに。そっか、そうですよ、これで普段私がどれだけ人の話を聞いてないかって固定されるわけね。バレるわけですね、やばい。全3問あります、はい、もう怯えてるやんいやでもちゃんとみんなの話は聞いてるよ。ちなみにね、10回分放送してきたけど、うん、そのちえちゃんが出てる時しかこのコーナーやらないのよ。まあそうだよね、だから言っても 5、6通ぐらいしか紹介しないのよ。ああそうなのか、だから全部覚えてて全然当然なこといやいや、ちょっとやめてください。だから当然ですって、当然のことだからいやいや、それは違うよ。じゃあ、うん、いきますね、はい、第1問です。2022年9月9日オンエアシャープ1第1回目の放送ですね、うん、女の子と花火したもんねという、うん、あはいはいはい、ラジオネーム青みどりさんから紹介していただいた場所です、はい、小さな滝もある自然スポットで、うん、奥社参道の杉並木を通ってたどり着く、うん、戸隠神社、あーはいはい戸隠ね、はいはい、がある場所は何県でしょう、うんうん、あーあれでしょ、戸隠でしょ、はい、戸隠は、え、でもこれはマジで栃木、おお栃木、栃木、栃木か茨城。でも確かに栃木も紹介、茨城、栃木かワンチャン茨城、ワンチャン割合で言うと何割ぐらい、え、日光、日光なんだ気がして、日光は栃木か、日光は栃木、あ、じゃあ6ぐらいで栃木、6、4で栃木、茨城、うん、おー、え、これはね第1回だからなんとなく覚えてる気がする。そうだよね、うん、これ結構だって1回目だから結構そうだって、っね、そう、あ、日光にそんなとこあるんだって言った記憶。しかもちえちゃん滝好きじゃん。そうなのよ、そうだ、わざわざこれ多分調べたと思うよ放送中に。あ、そっか、うん、あ、そうだ、滝、どういう滝なのかとか、そんな気がする。栃木です。栃木、はい、お、じゃあレイポン正解は何県でしょうか。正解は長野県そんな、もう長野県だよそんな、そっち、うん、そっか、全然違うじゃん。いや、うん、まあでもね、そうだ、長野、私めっちゃ知ってるって言ってたよね。そうだよ、一回行くことがあるから。でもちょっと迷った、のんちゃん長野かなと。嘘つけよ関東圏でもないしだって本当に全然覚えてない。まあでも逆に今長野が一個潰れたから。あ、本当、あ、そうね、もう次の 2、3問目だよ。確かに、ちなみに俺台本これ書いてるけど、あの、だんだん分かるようになってるから。あ、むしろ簡単になる？いや、もうそう、むしろ簡単になってくる。じゃあもう大丈夫よ。だからこれ逆に3問あるうちの次のやつとかが分かんなかったら、うん、結構 やばい、やばいかも。あ、ほんと？もうでも大丈夫。プレッシャーが。あー、まあでも大丈夫、大丈夫。第2問。2022年10月7日オンエア、シャープ5、大阪はどこより、
ラジオネームククルスさんから紹介していただいた場所です、はいはい、別名うさぎ島、うん、と呼ばれるほど野生のうさぎが たくさん生息していて、ククルスさんが学生時代の旅行で訪れた大久野島は何県になるでしょう。いや、あのね、本州のお尻の方なのを覚えてる。おお、本州のケツ。そう、ケツ、ただ山口なのか。本州のケツって山口とかになるの？だって九州は？九州は離れてるからね。あ、そういうことか。別の州。あ、そういうことね。そう。え、なんか山口か、なんか鳥取島根みたいな、そのちょっとややこしい方だった気がする。おやめろ、鳥取島根ややこしい方とか言うの。それ地雷だった。いや地雷だったのでもダメだから。なんでもこうになって。いい場所なんだよ鳥取島根も。何が地雷だったんだよ。難しい言葉。どっちだったかな。でもうさぎ島はやっぱ記憶にある。そう、あるあるある。だってうさぎが本当にいるんでしょ。いるよ、たくさん。そうそう、でも本当の名前は違うんだもんね。別名だからね。そうそうそう、だから大久野島ね。あ、そうか。そうか。そんなこと聞いてないじゃん。でおにぎり屋さんがあるんでしょ。だってそれ全然違います。マジで。それ全然違う。ちょっとで今のは。なんで。山口だと思います。山口県。うん、頼む。正解は何でしょうか。広島県です。ああ、今のじゃカットで広島県。じゃダメです。まあ、マジで。ちなみにおにぎりの場所が山口県で。あ、そっちか、うん、じゃあそのクスククルスさんの島は、ククルスさん、ね、うん、クスするじゃん、そじゃないからね。ククルスさんの島が、うん、ククルスさんの島ではないけど。そっちが広島。が広島。山口の方はおにぎりの方は島じゃない。いや、でも島じゃない、山口県の中にある。あ、そっか、うわー。ククルスさんの島が広島。広島みたいな。うん、あ、そっか、惜しい。そっか。まあでも近くなってた。あ、そうね、方角合ってたね。最終問題です、はい、第3問。2022年11月11日オンエア、うん、シャープ9、うん、久しぶりに集まってるってばよ。おこれは、はい、ちえちゃんが前回の時の方。え、そうよね、はい、うん、ラジオネームあやかさんから紹介していただいた場所です、うん、花と緑に囲まれたレジャースポットで、過去にはロックインジャパンの開催地ともなった国営日立海浜公園は何県にあるでしょう。うわー、ロッキンジャパンやったとこでしょ、はい、いや、それこそ確か、うん、このなんつうの、我々の近くだった気がする。我々の近く。そう、この関東、うん、関東のちょっとなんか国家築いてるのね。我々の近く。なんかその関東の周辺みたいな、その今週の真ん中ら辺だった気がするの。今週の真ん中ら辺。そう、そう、ロッキンが昔やったところでしょ。ロッキン、過去の開催地ですね。で、そのコロナ前とかかな。お花畑がある、うん、あ、それこそ確か茨城か。ちなみにこの時あやかさんはあれコキアの木、うん、あの紅葉でコキアの木がいっぱいなんか並んでるみたいな、うん、あ、そうかそうかそうか。情報も多分来てくれた。あれよな、フジロックがやってる方は山梨だもんね。おー、そう、だから山梨ではない。おお、うん、いいね、うん、だからあと潰しとこ47。47と潰しとけばいいな。果てしないよ。いや、これこそ確か茨城は紹介してないか。栃木、これこそ栃木な気がする。おお、うん、多分栃木ね。栃木な気がする、うん、結構栃木の可能性でかいんだね。いや、そう、栃木の可能性無限大。確かに確かに、結構そうね、印象に残ってんだろうな。あ、そうね、存在感が、うん、大きいのかもしれない。頼む。栃木。栃木。で、この正解は何でしょうか。茨城県です。あー、惜しい。そっちか、最後の最後で。おかしいだろ、もう。いや、迷ったんだけど。迷ったとかじゃないよ、これ。すごい。これさすがに知ってるよね。まだ覚えてる。これって関東圏の人なんてみんな有名だから知ってるって。その、お花畑？僕が日立海浜公園。あー、そうなの。ひたちなか市でしょ、だって。ひたちなか市は茨城なのか。うん、茨城で。いやでも、そのお便りは覚えてるよ、そのこれを紹介してたなとか。いや、無駄無駄。そう、なんかいろいろ一生懸命書いてきてくれてるね。スポットを教えてくれたのは覚えてるけど、ちょっと栃木県ってあれでしょ、獣滝でしょ。あー、獣滝か、だからか。獣滝、獣滝ないよ。ケゴ滝って言うんだって。ケゴの滝が、ケゴの滝、そっか、だから栃木が多分それで、ね、残っちゃったんだよ。そっか、それがなかったら正解。ケゴの滝は行ったことあんの。い
行ったことはないのよ、その行きたいリストには入ってるけど。あ、そうなんだ。一回行かないともう分かんないんだよ。あ、そうなんだ。だから今紹介してもらったとこも行けば絶対覚えられるから。そうだよ、広島まで行くの。いやでも行くしかないよね、間違えたから。うさぎ島まで、うん、間違えたからもう行くしかない、うん、行ってもらってここかって言わないと。意外と皆さんがいろいろメールを送ってきてくださいますけど、うん、あの2回目同じの送っても、うん、ちゃいちゃんはそれでもちゃんと行きたい行きたいって、やばい、いつも新鮮な、いつも新鮮なリアクションしてくれる。いいんだか悪いんだか、だからたくさんまだ送っていただければなというふうに思います。よーよーよー、この番組ではメールを募集中、抽選でもしかしたらもらえるかも、ノベルティーグッズ、 Yeah! ハイチーズのポッドキャスト、月川レイの悩みはケセラセラー。ケセラセラはなるようになるという意味を持ちます。リスナーからのお悩み相談を紹介し、最終的には月川レイがその悩みを解決するラッキーアイテムを発表していきます、うん、ラジオネームは花見さん。身長が周りより高めで、つい猫背になりがちです、うん、猫背は見た目が悪くなりますが、視線が高くなる方が嫌でついやってしまいます。自分に自信を持つ方法を教えてほしいです。突然すぎないよ。自分に自信を持つ方法を教えてほしいです。あと猫背改善法もよろしくお願いします。なんかすごい私みたいな、これしかもね、女性なんだよ。え、嘘、ちえちゃんかな。え、私かな。そう、多分、ね、名前見る限り女性だったんだ。ああ、そうなんだ。私も知りたい、それ。ちえちゃん今何センチなんだっけ。でも多分170ぴったり。170、うん、いいね、かっこいいけどね、うん、まだ本人はちょっと。そうね、特に。でもさ、憧れない、みんなから。え、あ、でも言われるっちゃ言われる。女子にはなんか高くていいなとか言われるけど、でも結構なんか特に男性からは隣立ちたくないとか言われる。そんなやついんの。まあでも本人的にはその自虐らしいんだけど。ああ、なんかよく言われると思う。あ、自分より高いからとか。あ、そうとか結構あるけど、あと服がとりあえず日本なんかあんまり合わないとかよくある。あ、裾が足りないとか。あ、なるほどね。俺のさ、いとこがさ、整体師なんだよ。だからそういういろいろ骨に関することとか結構専門的に詳しいわけ。でこの間会った時にさ、なんかその身長が伸びる伸びない問題ってあるじゃん、うん、いつから止まったとかいろいろあるじゃん、うん、あれってどういうシステムなのって体の構造的にって話したら、そうね、人間って骨と骨の間に軟骨があるんだって、うん、でこの軟骨の伸び縮みによって身長が伸びたり縮んだりするんだって、うん、でところが女子とかだと早いと中学生 1,2 年生ぐらいにはこの軟骨がすり減って体の中から消えるんだって。そう、これ消えちゃうと、うん、軟骨のおかげで伸びてたから、うん、伸びる要素がこれなくなるわけよ、だから身長が止まるっていうことが起きて、でそっから身長伸びないから、うん、牛乳飲んだりとか縄跳びとかしても無駄なんだって。あ、そうなの。物理的にもう伸びる要素がないから。どんな人でも軟骨は最終的になくなる。なくなる。男子だと、はい、もう遅くても高校 1,2 年生とかなんだって。男子の方がまだちょっと伸びる要素なんだけど、期間が長いんだ。そう、女子はもう早めにする。だから早いと本当小学校で亡くなっちゃう人もいるんだって。小学校が止まりましたとかいう人もいるけど、そういうことらしい。あ、そうなの。だからたまにいるじゃん、なんかちょっと今伸びた気がするとかって、この年になっていう人、あれも気のせいなんだって。なんだ。そう、あれちょっと姿勢が良くなったとか。あ、はいはいはい、その時のメモリがちょっとそうだったっていう、それだけで物理的には変わってなくて。じゃあもう誤差なんだ。そう、なんなら骨が痩せていくから縮むことしかないから、縮むことはあるけど伸びることはないらしい。あ、そっか。そう、じゃあもう私はこれで大きくなる必要はないのか。いや、もう絶対ならないの。でもいつぐらいまで伸びた。でも結構ね、17、18ぐらいの時もなんか伸びたってよく言われてた。あ、そうなんだ、うん、結構伸び続けてた気がする。じゃあ軟骨元気だったのね、ちるちゃん。まだあるかもしれない。まだあるかも。まだあるの。ちるちゃん軟骨ね。ね、あるかもしれない。腰折れてないかもしれない。腰折れてない。でもなんか割とさ、ほら、上野くんとちるちゃんはさ、うん、それぞれ身長高めじゃない。あ、そうね。それ猫背というかさ、やっぱなんか人目気になります。どうなの、なんかそんな。でも確かに昔はなんか大きいのが嫌だから、あとその性格的にも結構自信がないタイプだったから、すごいそれでなんか猫背になってるみたいなことはよくあった。そのでも改善したの、それは。うん、全然してない。いまだに、だにずっと猫背で。そっか、それは自信がないからなの。自信もないのもあるし、あとなんだっけ、もう一個、
視線が高くなるのは嫌。ああそう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 、多分ね、身長がなんか身長でかいとその分目立つじゃんか、うん、なんか注目されやすいじゃん。でもあんま注目されたくないからなんか視力困るみたいなのは昔特に横にあった。ああそうなんだ、うん、上野くんないそういうの。お俺はね、でかければでかいほどいいんだけど自分的には。ああそうなんか。だけど猫背になっちゃうんだよね俺なんか。え、上野くん、あ、そんな感じしない？めっちゃまっすぐじゃん、割とピンとしてる。あ、本当？そう。何それ？なんかちょっとね、あ、マジで？あ、嬉しいわそれ。なんかね、いや、俺猫背、昔から言われてるの猫背だって。え、そう、なんか塗り壁みたいじゃない？うん、わかる、うん、え、ちょっとどういうことなんかそのすごいまっすぐ、いつもわかる、アベノハルカスみたいなそれは何これは阿部のハルカス、大阪の建物、建物みたいな、建物もビルビルみたいになってる、うん、でも分かる、なんかすごい地面といつも垂直なイメージ、ね、うん、あ、マジで90度の正明、そうそうそう、90度の正明、あ、マジか、直角の正明、直角の正明さんはさ、うん、直角の正明じゃないんだけど何ですか自信って終わりですか、自分に対して。あ、いやな、いやでもね、うん、ある部分とない部分と差がやっぱあるよね。ジャンルによってちょっと違うかも。はいはいはい、意外とね、あるところはあるもん、ね。いや、そうよね。そうだね。学校とかよく言われるし。自分に自信を持つ方法って何だと思う、うん、皆さん。でもなんかすごい分かりやすいところで言うと、そのスポーツって大事らしい、結構。体を動かしたり、確かに。すると、なんかね、いろんなことが頭とかよりね、考えてることとかもね、全部こう一回忘れるんだって、スポーツ中は。いや、分かる。だから今ジムとか結構流行ってるんだろうけどね。確かに確かに。運動するっていうのが体力ついてるっていう自信にもなるから。そう、私もギター入れるの手こずってもうわけわかんなくなって一回踊るもん。あ、家で？うん、もうスタジオ行って。あ、スタジオまで行って？レッスン受けに行って。へえ。やっぱ踊った後とかって良くなる？なんかリセットはされるから。あ、うん、いい、大事だね。スッキリする。やっぱ体動かすの大事なの。いや、大事だね。うん、というわけですけれども、レッポンのラッキーアイテムは何でしょうか？竹馬どっから来ただけ言うの？あ、なるほどね。逆にもう高いところまで行ってしまうと、行ってしまえば猫背だろうがなんだろうがもう関係ないし、運動にもなるし、自信もつくから、姿勢が高くなるのが嫌なんだよ。みんなの高すぎて見えなくなるの。逆にも合わないって誰も。あ、なるほど、姿勢がね、どうかしら。確かにね、雲を突き抜けるレベルのもう卓球間に行っちゃえば、だいぶ合わないからね。あれ見てね、ワンピースの。ワンピースあるよ、そんなんかさ。卓球乗りすぎて。あの、降りれなくなったみたいなさ。竹が育っちゃった。そう、下ろしてくれてありがとうみたいな、わけわかんない。そうだね。いたよな、ワンピースにね。竹馬か。だから竹馬、もうお正月ちょっと近づいてるし、縁起もいいんじゃないですか、竹馬。適当。今日は乗ってみてください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今私たちはあなたに喋りかけています。番組ではメールを募集しております。たくさん送ってね。ハイチーズのフォトキャスト。ハイチーズのフォトキャスト、今日の配信でメッセージを紹介したラジオネーム花見さんには番組特製ノベルティグッズをお送りします。お別れのお時間です。番組では各コーナーへのメッセージを募集しております。メッセージが採用された方の中から抽選で番組のルーティーグッズをプレゼント。メッセージは番組採用どうした？今なんかおかしかったよ。なんか、うん、メッセージが採用された方の中から抽選で番組のルーティーグッズをプレゼント。メッセージは番組専用の Google フォームから送ってください。そしてライブ情報のお知らせです。次回のライブは12月13日火曜日、東京下北沢デイジーバーにて行います。詳しくはハイチーズオフィシャルホームページまたは SNS をチェックしてください。誰だ、すごいね、新しいキャラクター、ね、新しくなって、すごい読みやすいよ今。あ、本当、確かに流暢だった、ね、流暢だったね、だったよね、うん、というわけで、もうほんと年末の近づいてきてるわけですよ。いや、そうね、うん、そうね、終わっちゃうね。おなりヘラヘラしてる。いや、今のどっちだろうと思って。あー、今のほんとなかったから。そうそうそう、危ないね、うん、もうほんと師走ということで、あ、つうか、この配信日がもう12月だから。あら、そうか、そうだ、今週の金曜日だから。あー、そっか、そ
そうですよ、早いですね。クリスマスとかはどうなんですか。クリスマスはもう M1 の余韻ですよ。 M1 の ね、漫才ね、余韻に浸ってますよ。そうなんかね、なんかピザパーティーとかそういうのしないんですか、家とか。パーティー、ピザ知らない？ピザ知らない？あ、ピザパーティーしないか。で結構マッチは浮かれてますけれども、うん。まあでも本当体調だけは気をつけていただいてね。あなたは一番ね。本当そうだ、体調気をつけて本当に入院しちゃうし、うん、なんなら本当年末年始なんてさ結構風邪ひく人多いじゃん。あ、意外とさ、だから本当にそこで病院駆け込むとか意外とね、あ、やってなかったり、お医者さんも休みたいだろうし大変だろう、うん。ぜひ皆さん体調管理していただけて、なんかお腹誰かあったすごい。いや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 、嘘だった。チェイちゃん。体調悪い。ギリギリ。ちょっとやっぱお腹空いてきた。うん、どこのタイミングだったそれ。さあ、というわけでお届けしたのは上野正明と月川玲とシエでした。